怖いと思いながら打っている。パチンコ相次ぐ店名公表これやめろよ、はい、そう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 、ということでこれも朝日の記事ですね、はい、都は10日に休業要請の対象を発表、23日以降営業が続く156店に電話で休業を求め、25から27日にも職員が訪ねて協力を求めた、まあ、結果的に156店は全て休業。小池百合子知事は28日に今日の時点ではゼロと述べ、店名公表を見送った。店側からは従業員の給料や、賃料を考えると経営が苦しいといった声が上がっていた、うん、ということで、まあ、パチンコ屋に対する、まあ、かなりのこう追い打ちをかけている状態なんですけども、はい、うん、ただなんかツイッターとか見てると、うん、なんかあの店やってたみたいな話もあるんですよね、はい、うん、もうやってないっていうこう話になってるんですけども、なってるけど実はやってる店があると。でですね、インタビューしてるんですが、うん、週1回程度通っている客の男性72歳は、うん、いつもより人が多い、持参したウェットティッシュで持ち手を拭いてから打ち始めた、うん、怖いと思いながら打っている家にいても一人なのでつまらない。あ、72歳で何やってんだよ、足立区の建設作業員の男性57歳は、はい、感染拡大の影響で15日から仕事が休みになり毎日来ているという、うん、公表して名前が出ても人が集まるだけ、パチンコ店だけ厳しくするのはおかしい、バスや電車も同じように密集している。いや違うだろそれ店の運営会社の担当者は電話取材に対し、お答えすることはない、どうお答えしても世間の目が批判的な方向に流れているとかだったと、うん、まあ、これもまあそうなんですよね。そうですね。でやっぱ、まあ、これ賛否両論あるんですけど、はい、厳しいのは厳しいですよね。まあそうですね、特に保証があるわけでもなく、ないただ休め休めっていうのも、そうそう、経営者としての考え方だと、うん、従業員も食べさせなきゃいけないし自分も借金してるわけだから、うん、科学的根拠示さずに、うん、営業をやめろっていうのはひでえ話だ、うん、で保証もないでしょって、うん、いうのは分かるけれども、かたやまあパチンコだからなっていうね、はい、ちょっともうそもそも合法なのか何なのか分かんない三点方式です。そうそう、グーっていうか本来アウトだよね。そうですね、うん、いやというか、うん、あのじゃあ100歩譲って、うん、そのじゃあフロアはいいと、はい、換金するとこ休みにしたら、うん、みんな行かなくなるんですよあれだってあんなの結局お金にしたいから言ってるわけですよね。そうそうそう、お金がかかってるから、うん、金を稼げるかもしれないからやってるわけじゃない、うん、3点方式の1点閉鎖したら成立しないわけじゃないですか、うん、そうそうそう、いやもしかその現金の交換所じゃなくて、うん、景品や景品屋、あ、ダメか、景品屋は買い取るところだから、どっかが1個でもなかったらお金にできないわけだから、はい、だから、まあ、まあ実際さ、うん、あれ金になるからやるわけで、はい、中毒性があって面白いだけで、うん、パチンコ台だけ買って家に置くやついないじゃないあでも昔いましたね。昔いたんだけど、はい、あれもいつか稼げると思ってるから家で練習しようっていうことでこうやってやってる人とかはいたわけで、はい、うん、あれがめちゃめちゃワクワクするっつってやってる、あれパチンコ屋での練習のためにやってるっていう、いや本当に単純な遊戯ですというのであれば、うんうんうん、そう、代価って家でやればいい話ですからね。そう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 、ゴルフとかね、うん、あの家でネット作って練習してるおっさんとかいるみたいに、うん、パチンコの台もね、うん、3台ぐらい買って、はい、転って打つんだみたいなね、うん、やればいいんだけど、いやもちろんそういう遊戯目的の人もいると思うんですよ中には。いや、 あれ最終的には中毒になってるから、うん、パチンコ屋でできるからであって、そのスリルを楽しみに、そう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 、なるほど、パチンコ屋持ってる人も確かにいるんだけど、うん、あれもパチンコ屋が本当お金になるっていう最終的な出口があるからでしょ。そうですね、うん、やっぱお金は人間を変えますね。変える、その辺は、うん、だって、はい、どうしようもないもんでもかけるとやたら面白いもんねいやかけたらじゃんけんでもスリリングだもん。そう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 、ほんとドキドキするもんねいろんなもの1回1000円とかだったら、そう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 それもダメなんですけど、そう、それはやっぱなんかスリル満点になりますよね。なるなるなる、全然全然なるよ本当に、うん、はい、スターリン・ヨシキさん、パチンコ屋で働く友人はやって休めると安堵していました。あ、なるほどね今小池さんとかね、あ、大阪とかでもね、はいはい、ただの社員からしたら会社が営業すると言ったら休めないよと、あ、うん、自粛を訴えるのは分かるけど、死ねと潰れは傷ついて嘆いていました。そうなんですよね、ちょっとさすがにかわいそうではあるでしょうね。そうですね、そこで働いてる人はね、うん、はい、とりあえず転職進めましたと、少ないですか、うん、チャリンと、
あ、ありがとうございます。割とパチンコ屋っていうのは給料がいいイメージありますよね。まあ時給からしてもないですね、うん、確かに。ただ、うん、お客さんが変な人じゃないですか。そうですね、ちょっとやばい、はい、感じかなっていう気もするので、まあ時給に見合った、非常にわかりますね、うん、それは、はい、質の悪い客というか、はいはい、もういるでしょうからね。そうですね、だって負けが込んでたら、はい、イライラするでしょうし。そうですね、それでお前出ねえじゃねえかとか、はい、怒られてもしょうがないですね、はいはいはい、ただ女の子とかは、うん、あ、女の子って女性の店員は、はい、あのすげえ出たおっさんから小遣いもらったりとかしてるの見たことありますよ、うん、次行きましょうか、うん、スロット禁止思わぬ効果。これオーストラリアの話なんですけど、はい、まあオーストラリアにもスロットマシンとかカジノもあるんですけど、はい、うん、スロットマシンが一般的でですね、はい、事実上利用が禁止されたスロットマシンにつぎ込まれずに済んだ金額がこの間、少なくとも10億豪ドル約690億円に上ることが、はい、ギャンブル問題を啓発する団体の調査で分かった、はい、ギャンブル依存症など精神的な病も緩和されるなど想定外の効果を生んでいる。豪州でスロットマシンは日本のパチンコやパチスロに相当する庶民のギャンブル、250億豪ドル約1兆7000億円に上るギャンブル市場全体の半分近くを占めていると。お、ただそのパブとか、うん、クラブに置かれているものなんですが、まあ行けないじゃないですか今、はいはい、行けないので、使われなかったであろう金が690億円。日本でもやったらとんでもない、とんでもないね、実際ほらオーストラリア の, あの飲みに行った場所のところ、あ、はいはいはい、ありましたじゃない、はい、あのわざわざそのカジノに行くつもりなかったのに飲みに行った場所がカジノとくっついてるっていう、うん、そうですね、パターン、こういった、まあ、いわゆるスロットマシンとかがそうそうそういっぱいありましたね。そうそうそう、だからあこあそういうのあるんだなっていう。駅前にパチンコ屋はないけどそういうパブと合わさったお店はありましたね、うん、そうあるね、うんうん、でまあ多くの人が、はい、取材に対して最も平穏な時間を過ごしたと、うん、確かに日本のあのパチンカスにも言い聞かせてやりですね。そう、パチン日本のパチンコうるさいけど、はい、向こうのはちょっとカジノっぽいから静かだよね。そんなうるさくないかもしれないですね。スロットあるけど、うん、そうじゃんじゃんバリバリじゃないですもんね。じゃない、うん、そうなんか落ち着いた感じの、うん、ちょっと一杯飲みながらそう、うん、じっくりするって感じだね。白猫太郎さん、ウリウリさんお元気ですか。だからウリウリさんの番組じゃない。ウリウリさんレギュラーでも何でもない。ウリウリさんちょっと何してるんでしょうね、はい、まさかコロナで連絡ない、はい、コロナで倒れてるかもしれないですね、はい、クポンさんも、はい、ありがとうございます。ウリウリさん最近いらっしゃらないんですか、心配ですね。アイゴーってということですね、はい、いなきゃいないで心配になりますよね。そうですね、はい、本当に目立つから、そうちょっと心配ですね、うん、はいはい、僕ある経営者に最近ちょっと連絡取らなきゃいけない用事があって電話したら、はい、すごい元気がなくて、はい、もしかしてコロナですかって言ったら、いやコロナじゃねえよコロリだよって、俺もうコロリだよっつって、コロリいやもう俺コロリと行くんだっつって、なんかすげえ弱気になってました。もう、まあ、コロナでコロナにはかかってないけど、はい、商売が止まってるからもう俺コロリだよって、なるほど、ちょっとジョークをそう言ってたけど、はい、元気なかったっす。それは、はい、なんか笑っていいのか迷いますよね。そう笑いましたよ。何言ってんすか。しょうがないから笑いました。本当にいやもう経済やばいですからね、はい、経済やばいです。本当にこれからまだその緊急事態が伸びたら、はい、さらに倒産する件数というのは増えるでしょうし、はい、結構その都市圏って家賃が根本的に高いじゃないですか、うん、今家賃 の, その補助って言ってますけど、はい、まだまだ始まらないでしょうし、はい、で協力金とかで多少もらっても、はい、もうどうにもなんないんじゃないかなということで、はい、まあもうリーマン以上の、うん、まあ、消費減税もやらざるを得ないような、そうそうそう、ところまで来るでしょうね、うん、いやもうこれは結局コロナで死なない人がを守れても、うん、経済死する人がこれから増えますから、そうですね、うん、本当にやっぱそうで3ヶ月2月ぐらいから売り上げ下がってるわけじゃない、うん、飲食店とかだって2月とかでしょ、うん、で洋服屋とかももう春物から春夏物を店頭で見てない人いっぱいいると思うよ。あ、店が閉まってるわけだから。いやそうですよ、春夏物だから店がゴールデンウィーク明け開いた途端多分セールだよ。あ、もう早く処分しないと、もうだって在庫の山ですよ。そうですよね、1個も売ってないわけだから、
いや僕なんてあの3月かな、うん、3月にシャツを2枚予約しといたんですよ、うん、ただその直後に、うん、あの在庫あの来たんですけど、うん、明日から閉店ですって言われて、うん、5月6日までとりあえずずっと休みだから受け取れないですみたいなあでしょ、うん、だからそんな状態だからいろんな業界で小売店っていうのはそういう状態じゃない、うん、本屋さんも閉まってるからね、はい、あのデパートとかいろんなとこ入ってる、ね、だからこれはねちょっとあの3ヶ月分のキャッシュなんてそんな持ってる会社ないよ、ね、いやないでしょ、うんうん、あのこうやっていけるね、はい、ネット通販もそんな強くなかったりするからね、うんうん、だっていきなり始めてそんな売り上げ上がるわけじゃないですよね、そう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 、だから本当これはちょっとね、だからちょっとさっきのパチンコ屋さんの話もあるけれども、うん、やっぱあのリスク少ないところは動かしてあげたいなとは僕は思います、経済活動を開始して経済活動を、そうじゃないとだって、まあ、自分の業種がそれだって思ったらやっぱり言いたくもなるなっていうのは僕は、うん、まあ、海外もその流れ出てきてますからね、そう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 、経済活動をやるべきだと、これ経営者から見るのと、はい、その労働者から見るのって全然違うと思うんですよね、はい、あとその業種、はい、あの例えば公務員だとまず給料も下がらないから、うん、まあいいじゃない、うん、であとその大手の会社に勤めてる人も、うん、まあ一応潰れはしないな、うん、でも3ヶ月後とかボーナスとかあと、あとリストラはあるはずない、業種によって自動車とかも潰れてくると思うよ、そうですよね、まあ、自動車注文がないんだから、うん、あのトヨタもホンダも日産もそうだし、うん、だってアナジャルだって相当危ないじゃないですか、そうアナジャルも多分国有化1000億単位で金貸してくれとか、そう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 、もう実質もう国有化だよね、うん、でトヨタとかだってあれもやばいよ、あのだってサプライチェーンその中国の工場の部品1個なかったら、うん、車納品されないからね、そうですね、で多くの会社がいろんなあの納品まで、うん、たどり着いてない会社がいっぱいあるわけだから。ちょっと、いや、まあ、航空機の話で、はい、あの、まあ、苦しいっていう話じゃないですか。はい、だからその、アナとジャルを、はい、合併して、その、名前がちょっと読めない名前になって。あの、ジャルが先じゃないとダメですよ。ジャルが先じゃないとダメですよ。そりゃ。ジャナ以外、ありえないですよ。ジャナ以外ありえないです、はい、それちょっとダメですね、はい、危険な名前になっちゃいますから、はい、危険な名前になりますから、外国人が見たらもう大笑いするっていう、いやもう本当まあでも世界話題じゃないのね、そうですね